手伝ってくれる。あ、本当に？なんか多分珍しいんだと思う。あ、空気も明日に向けてチェックするんですね。え、そういうことだよね。明後日。あ、明後日。いや、明日も一応練習やもん。うん。じゃあトレーナーかの。岐阜県出身の水野くんです。